いたんかお前。とりあえず焼酎をぶち込みます。よいしょ。あ、なんかいいかも。皆さんこんばんは、ホモサピです。よく今までで一番まずかった生き物は何ですかって聞かれるんですけど、その度に温排水のハクレンって答えてました。この動画ですね。死ぬかな俺これ食ったら。行ってこいハクレン。はい。この世の臭いもの全部を詰め込んで水で希釈したような味がします。本当に下水の匂いが半端なくてマジで吐き気やばかったんですけど、これ自分の調理法が悪いだけでハクレンのせいじゃないんですよ。中国では食用魚として養殖されてますし、実際綺麗な水の利根川のハクレンは美味しそうです。竹本さんも食ってました。だから味を生き物のせいにするのは違うよなって思って、いった今回はマジできちんと調理して温排水のハクレンの名誉を挽回したいと思います。前来た荒川温排水なんですけど、まずなんでここの魚が臭いかっていうと、ここが下水の出口だからです。見てくださいあれ、あの泡。この穴の上流には荒川水循環センターっていう日本最大規模の下水処理施設があって、流域の下水を集めてここで下水を処理を施して川に放流してます。だから普段はまあまあ臭いけど、下水そのままってわけじゃないんですよ。ただ大雨が降った時は別なんです。公共の下水って2種類あって、分流式と合流式があります。分流式はこういう感じで雨水と汚水を別の管で集めて排水します。もう一つは合流式で雨水と汚水を一緒の下水管に流して処理施設に送ります。で、合流式は分流式と違って、下水と雨水を一つの管で管理できて、とてもコストパフォーマンスのいいシステムです。なんですけど、大雨が降っちゃうと普段の汚水に加えて雨水の水量が通常の何十倍も増えます。すると丁寧に処理してると溢れて街が水浸しになっちゃうんで、仕方なくそのまま川に放流することがあります。つまり大雨の後は希釈うんこ水垂れ流しなんです。水はああやってそのまま流れていくからいいけど、この下に溜まってるヘドロがくっせーのよ。荒川さんです。とわみの兄貴です。今日もとわみにやってきました。3、2、1。あ、いいんじゃない。あ、排水が片っぽから出てる。うお、びっくりした。びっくりした。ボラ多すぎる。ボラですね。あのカラスミのボラ。こいつはね、いっぱいいるんですよ。でもこいつも臭いです。あー、濃いだ。あ、濃いか。何キロだよこれ。めっちゃ入ってる。めっちゃやば。やば。やば。ボラの群れをかけましたね。なんか重いけども、どうだ、よいしょ。あ、ヘラブナだ。おお、何匹、2匹ヘラブナが入りました。もうバンバン外来種入るね。この下水処理水は魚たちにとっては悪いことばっかじゃなくて、リン、窒素とかの栄養塩が豊富なんで、適度な量であれば微生物の餌になります。植物プランクトン食のハクレンとかこいつらからすると餌が増えてウハウハなんかもしれません。なんか入ってる。え、でかっ。スズキ投げる。危ない危ない。えー、でかい。すげえ。え、どれ。うわ、お前はここで外来種を食い尽くせ。じゃあな。うわー、黒いよ。そこから出てきた泥、これで習字できちゃうぐらい黒いんだけど。書き初めしとこ。お、ハクレン。いいやん、いいやん。おお、入ってる。いたんかお前。落ちないでね、落ちないでよ。よし、よっしゃ、オッケー。こちらです、ハクレンです。この前食べて、おえって言ってしまって、本当にこのハクレンには申し訳ないことをしたなと思ってて、環境が悪かったからまずかっただけで、身質を見るとすごい上質な感じで美味しそうなんですよね。荒川の寒ぶりということで、荒川さんには刺身で食わせようと思います。叩かれた。ブリブリじゃねえ、ハクレン。とりあえずこいつを持って帰ってさばこう。あぶな、まあ、こっからはね、多分無限にえずくので、毎回えずいてたらうるさいから、えずいたら猫ちゃんの声をかぶせときます。あぶね、今マジで出そうだった。何はともあれ、一番臭いのはこの腹の中身ですから、腹の中身を除去するところから始めます。よいしょ。やばっ。え、ここ下水だ。ここに下水がある。これが臭さの大元です。内臓を見ると分かりやすいんですけど、すごい消化期間が長いじゃないですか。全部腸とかなんですけど、これは植物性の餌を食べる動物の特徴ですね。消化期間が長い。この黄色い汁、魚の胆嚢が割れた汁なんですよ。普通の魚だとこれがね、苦玉とか言って、さばく時に潰しちゃいけないって言われてるんですけど、ハクレンはね、関係ねえのよ。それよりも身が臭いから。あー、やばい、口くら口呼吸してたら口にドブ
よいしょ。こっからはこいつを消毒します。焼酎で。とりあえず焼酎をぶち込みます。もったいねー。よし、この酒で消毒します。これはね、アル中理論で概念的な消毒を行っているわけではなくて、ちゃんとしたロジックがあります。下水の臭みの原因はゲオスミンっていうアルデヒドで、あれがねとにかく臭い。多分ハクレンのウェーの匂いのほとんどはこのゲオスミン由来なんですよ。去年は料理酒でやったんですけど、今年は度数倍の大量の焼酎につけてがっつり抜きます。これだけつければいいだろう。もうちょっとマシになってる気がする。匂いが。酒を捨てます。内臓嗅いでみるか。まあまあまあ、これからですよ。こんなんじゃ終わりませんよ。先につけたことでゲオスミはね半減ぐらいまでいったんですけど、表面がねちょっと魚売り場の匂いがする。だから牛乳をかけます。表面っていうのがねポイントですね。魚の臭みには種類があって、さっき言ったゲオスミ臭はどちらかというと環境由来のものですよね。あともう一つ純粋な魚臭さの成分があって、トリメチルアミンっていうんですけど、この体表のね生臭さはこのトリメチルアミンに由来するものなんですよ。それを牛乳のカゼインによって除去することができるらしくて、普段はやらないんですけど、ここまで知り合いがドブの魚を食うときはこうやって牛乳につけるって言ってたんで。お、だいぶ軽減されてる。隅田川ぐらいまでは来た。下水から隅田川に昇格した。けどまだくせえな。まあそんなこともあろうかと。これですよ、これ。これお酢なんですけど、お酢は酢酸ですよね。酸性の液体です。それに対して、トリメチルアミンはアルカリ性らしいんですよ。だから、お風呂の水垢汚れにはクエン酸がいいよね、みたいなノリで、この酸性のお酢をぶっかけたら臭くなくなるんじゃないかと思って。これでしばらく放置。よし。お酢臭っ。もういいでしょ。計5時間ぐらい草みるきに費やしてますからね。ちょっと嗅いでみます。おお、お酢草。お酢の方が臭いからよし。荒川さんに一回これで食べてみてもらおう。まあ、ふざけてんじゃなくて、確実に調理前の匂い前回より減ってますね。これは全然希望があるよ。いや、本当に味質は無理なんだよな。できるだけ切り身にしたくないんですよね。切るとボロボロになるからさ、すぐ。よし。見てこれ、やばない？めっちゃうまそう。え？なんかお酢の匂い相まって寿司屋みたいな匂いする。でも立地が河原なんだよな。何の料理にしようかな。和風か洋風かで迷うんですけど、まあ荒川さんね、いつも俺の車運転させると、わざとね、わざと。ビンカーを出すときに左のワイパーの方をカチッってやって、あ、うちの車外車だから間違えちゃったよ、みたいなことをね、わざと言うんで、あの西洋かぶれには洋風の料理を作ってあげようと思います。高い外車はウインカーが左なんですよ。ハンドルについてる。わざと間違えてくるんだよ。ではこちらに魚をイン。両面に塩。胡椒ですね。やっぱ皮も食べてもらうことがね大事だと思うんですよ、こいつらの真の味を知るには。だからアマダイの鱗焼きみたいな感じで熱したオリーブオイルをかけます。これでパリッとした食感が食欲を誘うんだと思います。油は一回避けて、バター、これは香り付けのためにトリュフバターを使ってます。これで軽くソテーします。この辺でローズマリーを。完成しました。ハクレンのソテーです。まあうまいでしょ。これは荒川さんに食べてもらいます。持ってきたよ。何をだよ。いや多分ねマジで結構うまいと思うよ。これはだいぶ頑張って毒じゃねえや、毒臭み抜きしたもん。いやマジでうまいと思う。荒川さんが食って美味しかったら俺も食べようかなと思ってる。最悪じゃん、俺毒味じゃん。いや毒味だろ。おお、うまそう。くっついてんの何？皮膚？鱗取れよ。いやマジでね、美味しく作ってよ俺ガチで。ふざけてない。あ、匂いは一応まだドブがしない。おうわ、待って、これ外身の皮がゲロまずいけど失敗だよ、毒だよこれ。そんなに臭いわけないだろ。まあ、荒川さんは話を盛る癖がありますからね。盛らねえよ。ちょっといただきます。どうぞ。やべ、夕飯出そう。という感じで、まだまだ臭み抜きが足りなかったみたいです。前回より相当時間かけたのでもういけるかなと思ったんですけど、まだまだマンホールでした。トリュフバター使ったけど、トリュフの香りどころがバターの味しませんでしたからね。敗因はおそらく水分が抜けてなかったことと脂肪分が多すぎたことですね。だから燻製器です。塩を塗ります。うわ、見て、ハエが来やがった。お前
まだ腐ってないよ。腐る前でこの臭さだよ。あいつらは腐肉に幼虫を産みつけてウジ虫を増やすんですよ。だからこれが腐ってると思ったんだな、あいつ。よいしょ、よし。これで腹の中をガバッと開けることで燻煙が中に入るようにします。で、ハクレンの首を、よいしょ、これで紐を引っ張れば、お、いったいった、よいしょ、よいしょ、お、いいんじゃない。これで下を少しくり抜きます。ではこちらにスモークチップを、バーナーを下に入れまして、これを乗せます。よし、お、煙めっちゃいい感じに入ってる。これよくない？蓋をします。これで放置。なんでここで燻製をしたかというとですね、燻製は冷たい温度でやる冷燻と、熱々のサウナみたいなところでやる熱燻があるんですけど、これは熱燻ですね。下に熱源があって、チップをいぶした熱い煙で水分とともに魚臭さを抜き、さらに余分な脂肪分を落とすことでゲオスミン臭を軽減します。そしてさらに燻製の煙効果でマンホールをごまかします。途中経過を見てみましょう。さすがにこれにはマンホールも勝てないだろう。あ、なんかいいかも。なんか漠然といいかも。もうちょっとやっても中がフニフニ柔らかかったら切り身にしようかな。明らかに脱水はされてきてるけども、適当にこの辺の落ち葉とか入れてみようかな。なんか煙出そうじゃね。まあサバイバルカではね、落ち葉で燻製もやるんで、表面がちょっとピリピリした味になるけど、表面は食わないから煙が出れば何でもいいや。おお、出る出る出る、めっちゃ煙出る。もういいでしょ、オープン。うお、すごいのかな、これできてんの。これ湿ってるんですよね。丸ごとは無理そうなんで切り身にします。こんなもんいらねえよ、こんなん意味なかった。こんなん、この辺は食べちゃダメだと思うんだよね。すごいね、大トロみたいに乗ってるんですけど、この世にはね、食べていい油と食べちゃいけない油があるんですよ。例えばオリーブオイルは食べていいですよね。ガソリン食べちゃダメですよね。そういうことです。まずここを切除。お、いいんじゃないですか。じゃあもうここに直乗せで、これでやっていきます。よし、段ボールをかぶせます。よいしょ、開けます。あ、もう煙も出てないや。カツオみたいだな。なんか思ったより色はつかなかったけど、やっぱまだ水分が多すぎんのかなこれ。うん、あ、いけるいける。なんかソーセージの匂いしかしない。これ一回持って帰ろう。すげえいい香りする。燻製の香りがやばい。そう、表面はね、前回も表面はいい匂いしたから素揚げにした時。これでいけるっしょって食って、おえってなるのが目に見えてるんで、こっからさらにこれですよ、乾燥機。これはもうフカヒレ作りにおいては全幅の信頼を置いてるんで、あのサメのアンモニア臭ですら乾燥で飛ばすことができるんですよ。乗せて蓋をして、温度はマックスの70度にしてオン。最後のダメ押しで中に残った水分とともにゲオスミンを飛ばします。オープン。お、うっ、あ、くせ、え、待って、ん、あ、これか。すげえ、こっち臭くねえ、こっちくせえ。やはり臭みの原因は油に溜まってたみたいですね。まだ表面が油切ってんな。取り除こう、徹底的に。よいしょ、入れて水を入れます。うわ、なんか水濁ってる、怖っ。鶏白湯スープみたいになってんだけど。え、でもこれ相当いい匂いするけど、カツオだ。え、めっちゃ皮の間めっちゃいい匂いする。これ勝ちかもしれない。これえ食って、匂い、カツオ節。まずかったらホモサキさんのチャンネルを解除してください皆さん。いただきます。おおおお、うまい。なんかね、スモーク、オンハイセンの香り来なかったっす。食えるんだ。じゃあアラマオがこうやって言うので俺も食べよう。なんと荒川さんがえずきませんでした。荒川さんは結構うるさいんですよ、臭みに。ちょっと臭いとすぐうえっとか言うから。荒川さんが大丈夫ってことは常人ならね、大丈夫だと思います。思ったんですけど、これ見た目が悪いじゃないですか、ゾンビ肉みたいじゃないですか。一回この見た目を再編成するためにミンチにして再形成しようかなと思って。ここまでフレーク状にできました。そしたら次はフードプロセッサーに入れまして砕く。ツナフレークみたいになりましたね。これをお皿に出します。こちらゼラチンですね、入れてお湯を注ぎます。混ぜる。そしてこのゼラチン液を入れる。もう油を抜きすぎてボソボソになってるんですよね。ゼラチンを足してプルプル感を出してあげる。乗せます。
冷蔵庫に入れます。パセリです。新玉ねぎです。では冷え固まりました。触った感じお刺身跳ね返ってくるの。ブニブニするとこのプルプル感。薄く切ってみるか。よいしょ。うん。ではこちらの無駄にでかい皿にこちらに新玉ねぎをパセリをまぶし、どんどん汚れていくな。パーッと塩振ります。オリーブオイルを一かけ、最後に胡椒です。完成しました。荒川のスモークカルパッチョです。気持ちの問題だけどもうちょっとパセリ足しとくわ。いただきます。ん？あー、いや臭くないです。単体で食べるのをやめよう。これと一緒に食べます。うん、燻製したツナのカルパッチョですね。やっぱゼラチンで固めたからちょっとプルプルしてるけど、口の中で崩れる感触が完全にツナですね。そして単体で食べるとちょっとだけいるけど、荒川がけどいけるわ。食えるだけでもこれやばいことなんですよ。うまい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 ってバクバク食うような味ではなかったんですけど、大成功大成功です。あと、ということで、荒川の下水の出口にいる白蓮は、酒につけて、牛乳につけて、お酢につけてから、燻製して、乾燥させて、煮て、ミンチにして、玉ねぎとパセリを盛り込めば、食えるという、世紀の大発見でございました。ということで、皆さん、この動画がいいと思ったら、チャンネル登録と高評価お願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。よければまた見てください。ごちそうさまでした。